今目つぶってる方よろしいですか。あ、そうです、山本委員です。はい、さっきから言いますけども、だから情報が出せないということなので、なおかつ、まあ、先ほどあの市民あの地域住民とか説明の話がかなり出たと、説明周知そこらの話が出たと思うんですが、私はそれは議会としてやらなきゃいけないのかもしれませんが、基本構想をもとに話をされて、そこでそうじゃないよという、あ、例えば保護者の意見が出たりしたときにはしっかりそれを取り入れて基本、計画を作られるのか、まあ、そうだとおっしゃったと思うんですが、そこらあたりの認識をしっかり聞いてないと私らも採決判断をしなきゃいけないときの重要な問題なので、そこのところを再度お伺いしておきたいと思います。はい、石原首相。全体としてお答えすれば、秋田委員が今おっしゃった内容ではないです。保護者の方、地域の方がここじゃダメだと言ったら変える、そんな簡単な話ではないんです。今目つむってる方よろしいですか。あ、そうです、山本委員です。はい、さっきから言いますけども、じゃあ、あ、それで、あ、よろしいですか。はい、はい、今秋田委員がとても大事なことをおっしゃいました。その前のところに、あの、静かにしていただけますか。言うなよ。続けてよろしいですか。無視して、ごめんだけ審査員黙って聞いていただけますか。余計なこと言うからよ。委員長、整理しておいて。あ、続けて答弁、市長、答弁をお願いします。承知しました。秋田委員がとても大事なことをおっしゃいました。この前の議論にもあった、出てきてあるんですけれども、小学校区に一つのこの原則、この例外扱いにするというのを執行部は説明をしています。その必要性について説明をしました。それではならんと、もし市民の代表皆さんですよ、自分の近しい誰かが言ってるその程度の小さい話じゃなくて、民意として市民の見解としてあの原則を崩したならんと言うんであれば、その原則から見直すべきです。ただしそれは子ども園では当然収まりません。もはや小学校区の見直しが必要になってくるんです。だからあえて今まで言及しなかったんです。これから先小学校の統廃合は必然です。何十年か経たないうちにその議論を今からやりますか。私はやっても構いませんが、そうなると先ほどの優先順位最上位にある子どもたちの安全、これがないがしろにされます。基本構想云々のレベルではなく、子ども園だけでなく小学校区まで計画を立て適正化を進める、膨大な時間がかかります。それこそどうやって意見調整するつもりなんですか。その覚悟はありますか、今の議員の皆さんに。私はないと思います。いや、できないと思います。まだその時期じゃないと多くの方が考えるでしょう。だからあえて小学校区の方とは一回区切って、安全最優先で子ども園、これを整備するという方針を打ち立てています。ご理解をお願いします。